みんな、いつもプラレールで遊んでくれてありがとう。実は今日はみんなに見てもらいたい新型車両があるんだ。燃えるように赤くてとっても速い車両なんだけど、噂をすれば来た来た。そう、プラレール鉄道のヒーローとして誕生したスピードジェットっていう最速の新型車両なんだ。今日は僕と一緒にスピードジェットに乗って全国各地の働く電車たちに会いに行ってみよう。スピードジェットと行く日本一周の旅、それじゃあ行くよ。まずはここ、たくさんのビルが立ち並ぶ関東地方だよ。ここはたくさんのプラキッズでにぎわっていて、いろいろな車両が毎日忙しく働いているんだ。ここでは通勤電車や貨物列車、新幹線もみんな大忙し。あの緑色の車両がこの街で一番たくさんのプラキッズたちを乗せて走る山手線だよ。丸い線路をぐる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 、毎日何周も走っているんだ。この街の人を支える重要な車両なんだよ。よし、次は北に向かってみよう。だんだんと緑が多くなってきたね。ここにはとっても人気な新幹線兄弟がいるんだけど、みんなわかるかな？あ、噂をすればあの緑色の新幹線と赤色の新幹線が東北地方のヒーロー、 E5 系新幹線はやぶさと E6 系新幹線こまちだよ。 E6 系新幹線こまちはスピードジェットとお揃いの赤いボディカラーだ。この2車両の特徴といえば、なんといっても連結だね。連なって走る姿は迫力満点。なんか合体みたいでかっこいいね。よし、次の場所へゴーゴー。お次は山が増えてきたね。ここは日本で一番険しい山々のある中部北陸地方だよ。そして北陸といえばみんなも知ってる北陸新幹線 E7 系新幹線輝きが走ってる場所だよ。険しい山をものともせずに走り抜けるこの地に、まさに輝きをもたらす新幹線だね。あ、あっちには特急飛騨も走っているね。大きい窓から見える景色は迫力満点。そして中部地方にはもう一つ、みんなのとっても大好きな車両がいるよ。黄色いボディがかっこいい新幹線のお医者さん、ドクターイエローだね。この新幹線のおかげでみんないつも安全に走ることができるんだ。いつもありがとう。お次はどんなところかな。だんだんと建物が増えてきたね。ここは近畿地方といって日本で2番目に大きな町があるんだ。そしてあの白い新幹線が新幹線 N700S だよ。日本を東から西へ横断する新幹線で、たくさんの人々を乗せて走ってるんだ。よし、このまま西へ向かってみよう。うわー、見て見て、一面海が広がっているよ。ここは瀬戸内海という海を挟んだ中国四国地方。そして中国地方を走る車両が500系新幹線。とっても速い速度で走るための特徴的なボディをしている新幹線なんだ。風を切って進む姿はとってもかっこいい。中でも長いお花がチャームポイントだ。次はどんな場所が待ってるのかな。わー、大きな火山があるね。ここは本州最南端の九州地方だね。大きな火山をはじめ雄大な自然のある土地なんだ。そしてこの地を縦断している新幹線が800系新幹線ツバメ。坂道がたくさんあるこの土地を力強く走れる新幹線なんだ。パワフルでかっこいいね。みんな、今日は楽しんでくれたかな。
全国にはいろんな車両があって、どれも魅力的でかっこよかったね。スピードジェットもそんな車両たちに追いつけるように、もっともっといろんなところを走ってヒーローとして成長していくから、みんなこれからも見守っていてね。それじゃあ